Okay. こんにちは、仰天ゆりなです。イエーイ。はい、というわけで、ちょっと今日はまたレッスンが夕方から夜にあるので、今日はお昼過ぎぐらいに、まあお昼ぐらいにショールームしますって言ったんですけど、お昼ぐらいにしますだからね、まあお昼なんで出るんですけど、昨日はねもう本当に結局眠すぎてめっちゃ早く寝たんですよ。でめっちゃ早く寝たんですけど、結局朝目が覚めたんです、4時ぐらいに。そう、なんかいつも割と最近ずっと睡眠が短かったから、4時に起きたとしても結構寝てるんですよ、普段、最近の私からすると。それで起きて、でもさすがに4時に起きたら、これは夜リハが持たんなと思って、もう一回寝ようと思って、もう一回寝て、で起きて、そう、もう一回振り振り見て、ご飯食べて、で録画してたカウントダウン TV を見てそう見て、でちょっとゆっくりして、今です、準備して、そう、今ショールームをしてます。初夢は何も見てないですね。シンプルに爆睡してたんで、ぶっちゃけなんか見たかな、全然記憶にないんだけど、でも爆睡してたから、なんか見てたとしても本当に覚えてないなんか見てた気もするんだけどね、本当何見てたか覚えてなくて、何見たんだろう。でも多分見てるはずなんですよね。一回その4時に起きてから浅い眠りだったので、そう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 、ちょっと覚えてないですけど、見てないです、多分。いや、見てたとしても覚えてないですそうで、まあそんな感じ。今日はレッスン、明日は NPP イベントですね。明日来てくれる方がどれぐらいいるのか分かんないですけど、はい、やばい、明日ですよ皆さんイエーイ。この間顔が言ったようだった。珍しい、ありがとうございます。そう、あ、年明け早々休みはないですからね、基本的に。もう明日 NPP イベントやったら、明後日し明後日もレッスンレッスンなんで、そうですね、レッスンレッスンです、ちょっとレッスンですね、レッスン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 、もう投資投資みたいなやばい、マジで復習もする時間がない。今日で休み終わりですか。いや、もう逆に休みはとっくの前に終わりました今日も休みじゃないですよ、夕方から仕事です、レッスンです。ずっともうレッスンレッスンレッスンです。いや、
まあ、この歌ショールーム終わったらちょっともう一回動画見て、ちょっとやってちょっとご飯食べて、昼ご飯食べて行こうかなと思ってます。レッスンでしたらちょうどいい時間帯かな。そうです、アイドルは基本的にみんなが休みの時が忙しいのです。はい、そうなんですよ。正月らしいこと何もしてない。正月らしいこと何もしてない。正月らしいこと何もしてないよね。神社にも行ってへんし、マジやばい。餅食べてない。そうね、田舎の家に行ってないですね。そもそもだって東京から出てないですもん。仕事ずっとしてるんで東京で。そうですね、もう実家になん帰ってません。もう2年ぐらい帰って、1年以上帰ってないですか。近くない、近川なんでね、遠いんですよ。やっぱ1日2日のために何万円も使えないんでね。まあ1日2日のためって1日2日も空いてないけど1日2日も空いてないけど、まあ、一番いいのは仕事で四国行けたら一番嬉しいんですよ。仕事で四国行ったらそのまんま帰れるじゃないですか。まあ次の日仕事がなかったらですけど、そう、それがね一番ねいいんですけど、でも今日はめっちゃあったかいっぽいですね。まあ外出てないんで知らないんですけど、そう、そう、いたたたた、もうマジで足が痛すぎてやばいのよ。調子悪い。いい天気ですよね。そう、なんかいい天気っぽそうな気がするだけ。レッスン終わりね、行けたら、まあね、ただレッスン終わりがめっちゃ夜やからな、今日。そんな夜にみんなの気力があるかどうか。なんか行ってるメンバーも行ってそう。てか行ってたよね、何人か。ツイッター、インスタか。なんか乗ってた人は何人か乗ってたじゃないですか。だからもうみんなね、行ってそう。気温も低いよ、だって。あ、今日寒いんや。そう、寒いよね絶対。もう最近あれやから、なんだっけ、マフラーは必須やからね最近。マジマフラーダウンは必須。ほんと呪術廻戦面白かったよ、だって。いやめっちゃもろいよな呪術廻戦。わかる。主題歌はなんだっけ、あれですよね、キングヌーンさんの
なんだっけ、一と一図ちょっと何て読むか分からんけど、正月少し当たりますか。もうお正月っていつまでって感じ。てかもう今よ、今よぶっちゃけもう今しか取れません。明日ももう昼ぐらいからレッスンして、夕方ぐらいかな確か出番だったのがやって、でもそれ終わってってやんりょったら絶対もう夜やから、もうねこうやってこうもぼーっとしとんがいぼーっとしとんがいそう、基本的になんていうの、ぼーっとしてる時間がないと私は割とやっていけないタイプの人間なんですよ。なんかスケジュールがカツカツっていうのが私無理なんですよ。なんか結構さ、人によってはさ、こうせっかちさんとかってさ、こうスケジュール結構みっちりにしたりとかする人っているじゃないですか。休みの日とかでも仕事の合間でも何か入れて時間を潰してみたいな、あんまり空きが好きじゃないっていう人とかっているかもしれないですけど、私はもう割とスケジュール空きがないともう爆発しちゃう人なので、なんかあーってなっちゃう人だから、でぼーっとしてる時間がないと私はちょっと無理無理な、ね、スケジュールが本当にカツカツな時ってマジでカツカツ、本当に暇な時ってすっごい暇なんですけど時もある。そう、なんかもうちょっとまんべんなく、私が一番理想なのがもう1日1個仕事、わかりますか、一日仕事が毎日がいいんですよ。伝わるかな、なんかスケジュールにもう仕事でスケジュールが埋まってるのが良くて、そうだから私のいつもみたいに忙しで暇の時もバカ暇みたいなんじゃなくて、もうずーっと仕事みたいな、それ一番楽それが一番自分の心に楽。なんかこうこれが激しいと、これとともにですか、やっぱそう、なんかそれが一番嬉しい。仕事がないとやっぱり仕事がないとでやましい、仕事がありすぎると余裕に自分がなくて、 あれもせないかこれもせないか、あもうこれができてないあれができて、爆発しかけになってしまうので、それでもいいんですけど、それが逆になれればいいんですよ。私はそれがそういうことがあんまりないのに、たまに対処法が分からなくて結構あーってなっちゃうんですよね。まあ、私は結構なんですぐできない人なので、なんか振りとかもすぐ覚えられないし、なんか覚えて家で練習して本番みたいなタイプじゃないと、その場でやってその場でできるってことが基本的に少ないから、そう復習の時間がないと爆発しちゃうから、そうでもなんかそういうスケジュールがいっぱい多分慣れだしたら体も慣れてくるし脳も慣れてくるから、ね、たまにたまにしかないから、毎日仕事が欲しい。でも忙しいんだったら毎日忙しくしてほしい、本当に。すごく多かったから、まあ今年去年は今の時が
しい1年にしてみたいなと思うんですけど、まあどうでしょう、わかんないですけど。そう、ようにお願いします。スケジュールに、あ、すみさんがいっぱいだ、やっほー、はじめましてだって、はじめまして。なんか何の仕事で埋まるのがいい、それはもう一番やっぱりそうですね、劇場イベントとか外の仕事、まあやったことないですけど、雑誌とか取材とか、なんかそういう仕事で埋まってみたいですね。なんかあんまりなんていうの、まあグラビアさせていただいたことありますけど、雑誌、そのファッション誌とかをやったことがないから、そういうのもやってみたいし、そう、そういうのでもやりたいし、まあ、劇場にも今度新チームになると思うから、新チームになったら劇場もいっぱい出たいし、イベントにもいっぱい出たいし、そう、まあ、コンサートはね、8の人、あと新旧チームのコンサート、リクアワカップリングのやつもあるから、年は結構あるなと思ってるのと、そういうなんていうの、個人のお仕事をやってみたいなって思いますね。割とあんまり去年はそうあれだったんですけど、まあ、去年はグラビアをさせていただいたので、まあ、割とねその雑誌分は個人の仕事させていただいたんですけども、まあ、今年もそういう個人のお仕事がいっぱいできればいいなというふうには思います。まあ、あとは歌番組にやっぱり出たいですよね。そう、あとはやっぱ地元のねお仕事したいですね。地元のお仕事、8年間やってきてあんまりやったことがなくて、そうですね、地元の仕事あんまりっていうか、もうほとんどやったことないんですけど、やってみたいなと思うし、やっぱり歌番組とかバラエティとか何でもいいんですけど、やっぱテレビに出てみたいですね。はい。っていうふうにはやっぱり思いますね。っていう感じで、まあ、ちょっと15分経ったんで、まあ、この辺で終了にしようかなと思います。そう、雑誌決まったらもう全力でダイエットするから、本当にもう全力でダイエットする、もうあと本当にもう太ってますね、あと5キロ落としてくださいって言ったら、もう本当に頑張りますから。マジで本当にこのダイエットが死ぬほど大嫌いなこの仰天ゆりなが頑張りますからね、よろしくお願いします。ほんと、ま、そんな感じでランキングを読もうかな。と、13位ふふふさん、12位ゆうまんさん、11位なっていさん、10位キリアさん、9位春太郎さん、8位ジェリーさん、7位ヤングさん、6位メタルポリスさん、5位シンドさん、4位ヨッピーさん、3位シマヤさん、今年もひっそりと応援させてて、ひっそりじゃなくダイレクトアタックでよろしくお願いします。そして2位岡山さん、そして今日の第1位がタカさんです。イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。ということでレッスンを頑張りたいと思います。明日の NPP イベントを来てくださる方どれぐらいいるんかな、ちょっとわからんですけど、ぜひね来てくださる方は一緒に盛り上がっていただけたらなというふうに、思います。あと、まあ、今んとこそんな感じかな、近々だとね。はい、なので皆さん
ぜひ明日は一緒に盛り上がっていきましょう。ではまた明日のショールームはそれこそ NPP イベント終わって帰ってきて夜ぐらいですかねにします。多分昼出番はね夕方なんですけど、多分それが終わって帰ってきてとかってしてると多分普通に夜になるので、まあ多分ちょっとねどれぐらいになんか終わってどれぐらいに家に着くかっていうのはちょっとでも分かんないんで、始まる時間分かるんですけど、そのなんか終わる時間とかそのいろいろ移動含め分からない。まあ夜します。 NPP イベントが終わってから、しようと思っているので、はい、まあ、よかったら見に来てくださいということで、そんな感じですね。ではまた、明日お会いしましょう。バイバーイ。